米大リーグ、ロサンゼルスエンゼルスは、1日、日本時間2日、大谷翔平投手と来期の年俸を3000万ドル、約43億5000万円で1年契約を交わしたことを発表した。大谷は、今期が2年契約最終年。昨期は年俸300万ドル、約4億3400万円。今期は550万ドル、 約7億9,600万円と格安契約だった545%増の大幅昇給となるコンオフは年俸調停権を持っており大幅アップが予想されていた来期まで保有権を持つエンゼルスが大谷とのオフ期間の年俸調停を避けたもので2023年オフフリーエージェントとなれば各球団との自由な交渉が可能となり 超大型契約を結ぶ可能性がある引き続き去就が注目される2023年もエンゼルスにとどまることになったものの地元メディアオレンジカウンティ・レジスターはこの契約は大谷とチームの将来について何の変化ももたらさないと指摘し今後も大谷の動向については騒がしくなりそうだとしている今期が2年契約の最終年だった大谷。 年報調停の権利はあるものの FA となるのは2023年のオフ記事では FA までのあと1年すでにエンゼルスの支配下にあったからだ両者は単に1月か2月に起こっていたであろう交渉を数ヶ月前に完了させただけだと報じている大谷は今季途中にもトレードの噂が飛び交うなど低迷するチーム状況も相まって去就に注目が集まっていたただ このままであれば、大谷は2023年オフには FA になる。同メディアは、エンゼルスと大谷が2023年以降の将来についてのあらゆる決断をチームの売却後まで遅らせることになりそうだ、と記した。大谷は2018年にエンゼルス入団。大谷の加入後、エンゼルスは5年連続でプレイオフ進出を逃している。大谷は昨年と同様。 今年も投打の二刀流で活躍し7月オールスター戦に2年連続の出場8月には1918年のベーブ・ルースレッドソックス以来104年ぶりに同一シーズンの2桁勝利2桁本塁打を達成した現在はア・リーグ MVP の有力候補に上がっている大谷は今季ここまで投手として161イニングを投げて防御率2点35 奪三振打者としては152試合に出場して打率2割7分6厘34本塁打94打点で OPS888 の成績を残しているまたメジャー史上初のダブル規定達成まで投手としてあと1イニングに迫っている昨年に続き二刀流として歴史的なシーズンを送っており投打でエンゼルスを牽引している 過去に例を見ない活躍を見せているため調停となれば難しいプロセスを経ることが予想されていたがそのような状況を回避する契約合意となったエンゼルスはこの契約により来期の年俸総額が約1億3300万ドルまで確定している昨シーズン及び今シーズンの年俸総額はおよそ1億8000万ドル程度のため 例年通りであればオフの補強費は最大でも5000万ドル程度と潤沢とは言えない額だ。また、オーナーであるアート・モレノ氏がチームの売却を模索していることがすでに明らかになっており、その動向も含めて不透明なオフシーズンを迎えることになりそうだ。今夏にも他球団にトレードされる可能性もあった大谷は、7月時点でエンゼルスにいる以上は、そこでやれることをしっかり頑張りたいと思いますし、今後、 どうなるかは正直自分でもわからないので自分にできること打席でも投球でも頑張りたいなと思いますと話していた本拠地でのレンジャーズ戦を前に報道陣に対応したフィル・ネビン監督代行は契約は自分の仕事ではないがその知らせは素晴らしいことだね誰も彼が来年戻ってくるかどうかわからなかったが関係者全員がより安心してオフシーズンに入ることができる いいことだね。彼の監督を務めることができるのは喜びだししばらく一緒にできることを願っているよと語り大谷の残留を喜んでいたまた大谷の代理人を務めるマネージメント会社クリエイティブ・アーティスト・エージェンシーのネズ・バレロ氏は「エンゼルスとの新契約について彼にふさわしい大きな契約だ」と語っている大谷の新年俸は日本人メジャー最高額 これまでは2018年のカブスダルビッシュ有投手の2500万ドル約36億円が最高額だった。調停権を持つ選手としてはムーキー・ベッツゲンドジャースの2700万ドル約39億1500万円を上回る史上最高年俸となる。